ダリウシュ・ミハルチェフスキは、ポーランドの元プロボクサー。元 WBA、IBF ・ WBO 世界、ライトヘビー級統一王者。元 WBO 世界クルーザー級王者。精悍な顔つきと鋭い眼光から、ザ・タイガーの異名を持つ。ポーランド、グダニスク出身。ダリウシュ・ミハルチェフスキは1968年に、ポーランドで生まれた。 1990年にはライトヘビー級でドイツナショナルチャンピオンになる。さらに1991年には同階級でヨーロッパチャンピオンになった。この年にプロボクシングの盛んなドイツに移住しプロボクサーの道に進む。アマチュア時代の戦績は133勝15敗2分83個。 ヨーロッパチャンピオンになった1991年、ミハルチェフスキは、ドイツに渡り9月16日にプロデビューする。その後、勝利を重ね1993年5月22日、空位の IBF、インターコンチネンタルライトヘビー級タイトルを獲得。1994年9月10日、リーオン・ザ・バーバーを12回判定に下し、WBO 世界ライトヘビー級タイトルを獲得した。 1994年12月17日、WBO 世界クルーザー級タイトルも獲得する。1997年6月13日、WBA、IBF 世界ライトヘビー級王者のバージルヒルと統一戦を行い、判定勝ちを収めタイトル統一に成功した。その後も WBO タイトルの防衛を続け、2003年10月18日、フリオセサール・ゴンザレスに敗れて、 タイトルを失うまで、実に10年近く、23度もタイトル防衛し続ける、記録を作った。2005年2月26日、ファブリス・ティオゾに挑戦するも6回 TKO で敗れ、同年5月に現役引退を発表した。15年近いプロボクシングキャリアで敗れたのは、最後の2戦だけだった。ありがとうございます。